モルシドミンは、傾向で持続性の高い狭心症治療のための血管拡張薬の一つである。肝臓で活性代謝物質のリンシドミンに代謝される。リンシドミンは、不安定で分解する際に真の血管拡張薬である一酸化窒素を有利する。モルシドミンは、狭心症の予防と長期間の治療のために用いられる。急性心筋梗塞の状況下での強心症の 治療にも用いられる。急性心停止や重症低血圧の患者、授乳中、シルデナフィル等の5型ホスホジエステラーゼ阻害剤との組み合わせでの使用はできない。最も一般的な副作用は10から25%の患者で起こる頭痛と低血圧である。1%以下に発生する副作用には、めまい、吐き気、貧脈、過敏性反応、また稀に、 結晶板減少症がある。モルシドミンの血圧効果作用は、小型、ホスホジエステラーゼ素外剤によって大幅に増幅され、失神や、心筋梗塞につながる、可能性がある。程度は少ないものの、交換神経ベータ受容体遮断薬、カルシウム喫抗剤、その他の硝酸薬等の他の高血圧、治療薬によっても影響が生じる。エルゴリンは、 モルシドミンの効果に拮抗する。モルシドミンは、硝酸薬に分類される。気体上のシグナリング分子である一酸化窒素を放出し、血管ひらなめ筋を弛緩させる。腸で素早くほぼ完全に吸収される。初回通過効果により、肝臓でリンシドミンに加水分解されるプロドラッグである。44から59%のモルシドミンはそのまま。 血流に乗り、そのうち3から11%は結晶タンパク質と結合する。モルシドミンとリンシドミンのどちらも1から2時間後に結晶中での最高濃度に達する。リンシドミンの生体内半減期は1から2時間であり、90%以上が腎臓から排出される。モルシドミンからの脳の放出モルシドミンのメソイオン構造、モルシドミンとリンシドミンは、 メソイオンヘテロ間方鉱続化合物のシドノミーミンである。モルシドミンの有点は140摂氏百四141度で、クロロホルムに任意の割合で溶け、塩酸、エタノール、酢酸エチル、メタノールに、可曜で、水やアシェトンには、若干溶ける。ジエチルエーテル、石油エーテルには、非常にわずかに溶ける。p h 五から七の水溶液で安定であるが、アルカリ溶液中では、 不安定である。クロロホルム中での吸収極大は、紫外線領域の326ナノメートルである。320ナノメートルより波長の短い紫外線に反応する。合成合成は、1、アミノモルホリンをホルムアルデヒドとシアン化水素に反応させて2を得ることから始まる。ニトロソ化により N、ニトロソアナログとなり、これを無水酸処理により感化して、シドノンとする。 リンシドミンとクロロギ酸エチルを反応させることで、カルバミン酸エチルを得る。武田薬品工業により、1970年に初めて合成され、同年、高高血圧作用、血管拡張作用が発見された。ありがとうございます。